驚いてましたよ。なんでやらないの、なんでやらないの。お土産、おお、はい、なんと七海選手からお土産いただいちゃいました。え、何ですか、何ですか。塩チンスコ、おお、とと鶏豆腐チップス、島豆腐。大丈夫ですか、大丈夫ですか。鶴田さん今の面白かったんですけど、ありがとうございます。すごい、なんと2つもありがとうございます。お聞きいただきます。はい、どうですか今日は久々の試合。試合です。1年ぶりだっけ。1年半ぶりです。すごいね。え、最後誰戦。新日本キック。あ、そう、仙台で。あ、仙台で。仙台。あ、寺西さんとやってるんだ、はい、寺西さんとやったと。ね、緊張する。はい、緊張する。髪の毛も一新して金髪で。はい、どうですか皆さん、これが2022年度ツルザップアワード女子格大好きおじさん賞を取った七海さんです。いやいや、お前がずっと押してるだけだろお前が七海さん推しなだけだろ。はい、はい、ということで今日の対戦相手は和野選手。はい、初めてじゃないですか、自分で。初めてです。身長高い人。身長高い。対策とかは。身長とか、あの、身長とかじゃない、対策とか。対策、あ、ステップで。スクップ。ステップ。ステップ。の練習、この手入りの練習したりしてきました。うん、なるほど、なるほど。あと今回からね、今回からミネルヴァも、顔面膝ありになった。ね、はい、大事な顔を守っていただいて、ちゃんと。はい、ね、見てるおじさんたちが悲しむんで、まああんたが一番ね。そしてもうしっかりと勝っていただいてね、大丈夫？集中してないよ。勝っていただいて、はい、と思います。まあちょっとランキング戦なんで、確かに。まあ浅井さんがね、次浅井選手がタイトルマッチ決まっていて、まあその下の選手がなかなか、まあ他団体出てたり、今出てるの寺西選手とか。まあ、あと、まあ、ランキング入った寺西選手とか、あと京都の口ジムの何でしたっけ、名前がちょっと出る、北川優さん。そうそう、まあね、彼女は決まってたんですけどね、はい、怪我で。で寺西選手と一回ドローなんで、はい、まあ、もしかしてもう一度次のね挑戦者決定戦みたいのでその辺と絡むかもしれません、ね。はい、なるほど、うん、じゃあちょっと最後意気込みをもらいましょうか。お願いします。はい、久しぶりの試合なんですけど、勝ちます。はい、ずっともじもじしててるけど、なんでおしっこしたいの、恥ずかしいのあ、テレビのか、俺がいるから。はい、ということで鶴田さんもちょっと今日ね朝から来てて疲れてるんで、はい、ということで七海選手でした。ありがとうございます。はい、鶴田です。はい、ちょっと時間差鶴田。はい、今日は七海選手と試合をする和野選手です。自己紹介お願いします。はい、新興メータイジム所属の和野です。はい、今日はランキング戦、ランキング戦、はい、7位と8位のランキング戦。そうですね、ですね、はい、どうですか対戦相手の七海選手は、印象などあれば。いや、正直よく分かってない。よく分かってない。あれですよ、ツルダップの選ぶ、あ、なんか沖縄でやつしてたやつ。あそうです、それは見たんだ。それは見たの。それは見たの。あ、3分だけ。なるほど。はい、七海選手ですが、ね、はい、試合、じゃあ試合とか見たことない。はないです。あ、そうなんだ。逆にね。どうですか。あの、今日から今大会から顔面膝あり、はい、なりましたが、その辺は有利になるのか、不利に動くのか。いや、有利になるのかなと思ってたんですけど。けど。あの、昨日ちょっと軽量でお会いした時に、うん、思ったよりちょっと身長あるなって。あ、向こうも思ってますね。そうそんな感じですが、どうですか。そうですね、まあ、和野選手なかなか結果出ない感じなんですけど、いつも頑張って試合はね盛り上げてくれるんで、今日は勝ち星をちょっと拾ってもらいたいなって思います。はい、ということで見てる方にメッセージお願いします。はい、相変わらず結果が出ないんですが、まあ、今年はちょっと環境も変えて頑張っていきたいと思っているので、よろしくお願いします。はい、じゃあ楽しみにしましょう。はい、和野選手でした。ありがとうございます。両選手入場。
さんが同じ苦しいな、同じ苦しいな、レッピー中山ひろみ。なお、本日の試合より見ている学校チームでは、一部変更になりまして、顔面の膝蹴りが OK というふうに変わりました。これまで顔面への膝蹴りが有効になるということでございます。なおこの試合は見ている学校チームにとっておりまして、2分3ラウンドで行われます。そして1ラウンドに2回ダウンを取ったときは、テクニカルの負けとなります。ラウンド挑戦していきたいなと思います。ありがとうございます。はい、この後ね、10連勝すれば、はい、10連勝、はい、というかね、もう次戦がすごい楽しみね。はい、今日は、東京観光して帰ってください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。入衣装
怖い子来て怖い子。チャンネル登録よろしく。